皆さん、緊急事態宣言の期間中、都民そして事業者の皆様、ご協力いただきました。本当にありがとうございました。とりわけ医療従事者の皆様のご尽力に改めて感謝申し上げます。しかし東京の最新状況を見ますと、依然として厳しく、感染はまだ収まってはおりません。これからはご自身、ご家族、大切な人の命と健康を守る重要なリバウンド防止期間です。東京都では特に3点強化いたします。第一に、高齢者施設や医療機関での PCR 検査を拡充。第二に、変異株を捉える体制も強化。第三に、入院できる病院のベッドをさらに確保して、医療提供体制も強化してまいります。都民事業者の皆様には、不要不急の外出自粛、会食ルールの徹底、とことんテレワークなど、引き続きのご協力よろしくお願いいたします。ここで後戻りさせないためにも、心一つに私たちの総力を結集してまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。